こんにちは、KZP プラスです。現登場に苦人 C のレベル30が追加されましたね。攻略についてはもう、レベル20、25と2回も同じことをしているので細かいことは省こうと思います。今回も基本的には今までと一緒、ギミックを理解してそこをついて戦うだけです。苦人 C はカウントレイのターンにスタンを入れることで、ソウルスティールを阻止することができます。あとは敵の攻撃に耐え、火力で、持って倒しきる、それだけです。槍です。槍は新戦力のワグナスとスービエが加わって王陣になりますので、ちょっと楽しみです。陣形は2王前の陣を採用。中央には最終皇帝男を配置します。これは天正飛龍のカウンターの発生に期待したものです。苦人 C の攻撃は間接攻撃が多めではありますが直接攻撃も少なからずありますのでそこをしっかりこちらのダメージに変換できればって感じですね。あと、継承は草伏せにしてメインのスタン係ではないですが、臨機応変にスタン係として動けるようにもしています。メインのスタン係はコーデリア、スイングを継承してこれでスタンを取りに行く形です。その他のターンはスイングを使うだけの BP には気をつけながら、よくとも猛烈そうで敵の攻撃力を下げながらよだめを取りに行けます。配置しているだけで敵の技攻撃のダメージを減らしてくれるので良いキャラです。ワグナスは火力というよりサポーターといった感じです。オーブアードライブゲージを貯めやすくなったり、オーブアードライブ攻撃のよだめをアップしたりするバフを付与しパーティー全体のオーブアードライブ関連を強くしてくれます。錦鳥を限界の3回しっかり使い、その後は幻鳥演武なり自己回復の追体グミッションサウンドなどで攻撃するのが良いですね。スービエはアタッカーです。ワグナスはパーティー全体のオーブアードライブ関連を強くしてくれましたが、スービエは自身のオーブアードライブ攻撃力、ゲージの回転率をがっつり高めるアビリティが備わっています。また、タイダルスピアを使うたびに、5ターンの間だけ有効なオーブアードライブ攻撃時、だけ発生する追撃、渾身解王槍を付与することができます。なお、5ターンという制限はあるけど、重複してこれを付与できるので、オーブアードライブ攻撃時最大5回まで増やせる感じだと思います。ただ、BP とかの関係で難しいですが、あくまでオーブアードライブ時のみの追撃なので、ワグナスのようにオーブアードライブ関連の補助係と相性は良いですよね。強いです。帝王はひたすら紅葉の歌を使い、バフ入れです。それだけ、バフが入れば敵の状態異常付与、攻撃も怖くないです。かつてほどではないですが、帝王が復権した感じがしますね。
槍もクリアだー。っていうか、数字やばくない？めちゃめちゃ火力出るじゃん。最近はオーブアードライブゲージの回転率を高めて、くれるキャラも増えてきたし、もしかしたら使い方次第では、かなり強いアタッカーとして活躍が、できるのでは。なかろうか、四季英雄が強いのは嬉しいなー。今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。